僕の名前は杉本隆和で、東京出身で、今年がシャミナーで1年目になります。それで、まず初めに感じたことは、日本と全く違う、まあ、当たり前なんですけど、そう、まずその喋る言語は当たり前に違うし、考えてることも全然違うし、その施設の大きさだって、そのに日本は小さいので、アメリカが持てる施設の大きさも、学校の施設の大きさも違うし、そうだから、そう、やりたいことは何でもできると思います。そんで、僕から、そう、1年、まあそんなに言ってないんですけど、この1年目、偉そうなのもしょうがない、どうしようもないんですけど、内気になっちゃダメってことを僕は言いたいですね。何事も、日本だと、誰かが、なんかもじもじしてたりだとか、なんかうろちょろしてたりだとかすると、先生とかが、誰かが、どうしたのとか、大丈夫、なんか大丈夫みたいなことを聞いてくれると思うんですけど、アメリカがそういうのは基本ないので、自分から物事には積極的に何事も取り組まなくちゃ、誰にも、見向きもされないっていうのも変だけど、そうですね、何も見てくれないし、あと、だからそれとは逆に、何か一つのことを一生懸命頑張ってると、それにつれてみんなが寄ってきて、いろんなことがそれについてできるってことがアメリカのいいところだと思います。それと、何事も、自分のいいことだと思って、すれば、何事も辛いことも楽しくなると思います。だから、ジンっていうドラマで、南方仁先生が、そのセリフの中で、乗り越えられない試練はないっていう言葉があるんですけど、本当にそうで、だから、もうどうしよう、全然友達できないだったりとか、英語はしゃべれないとか、先生何言ってるのか全然わかんないとか、そう、授業ついていけないとか、そういうことも自分の試練なんですけど、それをいい方向に、自分のいい方向に、まあこれはもう本当にダメだ、もうダメだダメだと思っちゃってたら、もう何もできなくなってしまうので、それも、自分の、もう与えられた試練だと思って頑張って見るといいと思います。杉本でした。